Hello, everyone. Yes, everyone. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. 드릴까요? 영어로? 좋아요. 자, repeat after. Hello, everyone. Hello. マンデズ、マンデズ。多分これ今あの見てる。バカにされてるかな。絶対バカにされてるからな。バカにされてるな。さあさあさあ、皆さん久しぶりです。お久しぶりです。久しぶりです。ライブをつけました。お待ちましたよ。ジンジャロ。お待ちましたよ。はい。まあ、特になんかめっちゃこうつけた理由とかないんですけど、ただ皆さんに会いたくてつけました。そうです。はい、ゆうまくんとマンネズで、今日はゆうまんねずとしてやっていきたいと思います。まあそこの問題マンネズ側におるのかっていうのは一生の問題やな。いつまでも確かにずっとマンネズの方にいます。こっちがちょうど中間の方におんのに、なぜか写真雑誌の時とか絶対絶対にマンネの方がいい。どっちかで分けるじゃないですか。絶対こっちですか、ゆうまくんは。大変や、大変。ゆうまくん的にはどっちがいいんですか。やっぱりそこ聞きたいですね。俺一人。そう。あ、一人。ゆうまくん、四人。そうそう。そうだ。一人ね。そうそうそう。まあ確かにそういうのもありやな。俺もその一人とかやってみたいもんな。なんでお前が一人。どういうこと。すごい、それは。やば。それはすごい。頑張って。最近は、まあ、季節的にもそうだけど、うん、桜がねまた ね, ね, まあね、もう咲いたらしいね。そう、咲いたらしい。危ねえ、歌いそうになった。怪しい。いろいろともう咲いたらしいですね。咲いてたね。あのビバース の,、うん、あのコメントとかで、うん、あの皆さんがお花見してきたよとか、めっちゃ嬉しい ね。よく 見るけど、え、みんな実際見ました。いや、見た。あ、俺見た。見た。めっちゃ元気だ。ケイさんとニコと一緒に、あの2個、あ、ニコが写真あげてた。うん、そこめっちゃ綺麗だった。綺麗そうだね。そうそう、一応お花見を。お花見っぽい。あー、そうか。物を持ってきたんですね。ハルが用意してくれたの。もちろんもちろん全部用意してくれました。大嘘つき。大嘘つき。それ大嘘つき。俺でもない。綺麗やな。3本っていうな。確かに。うわ、1つ足りない。見て、4人いるのに。誰？マンネズ3人で。誰だ。あ、そういうことなの。そう。むず。まあ、今が1人って決めちゃったから、もうこれは。じゃあ1人で4つってこと。え、ここは？ここは4人。俺が全部1人で。ここマンネズで、ここユーマくん。あ、そうそうそう。これは特別枠。あ、そういう枠だった。そういうことか。お花見でも行きたいな。でもみんなで行きたかったけど。いや、行きたいっすね、みんなでお花見。ね。なかなかね、また行けないもんね。いやー、お花見しに行きたい。うん、何何だからね、メガネでやっぱ目が押してるらしくてね。さっきめっちゃおもろかったもんな。なんかこうウィバースライブやるためにちょっと準備してる時に、なんかこうこっそりさ、メガネをこうやってなんかつけたり。違う。気づいてほしいんかして、わざとちょっとなんか気づいてないかしてたのにさ。家出る前もこれつけて、これちょっと変かなって。バレるから。やる気満々よ。メガネすごいな。かわいいよ。本当に。うん。じゃあ、このことを信じてメガネとしてやっていきます。どういうこと？メガネとして。一生かけてもらって。めちゃくちゃ。お花見以外。じゃあ最近のエピソード。最近のエピソード。もう TM だよな。あ、ある人から。J-HOPE 先輩とジミン先輩と一緒に TikTok 撮ったじゃないですか。あー、それのビハインドが確かにちょうど来てたね。出ましたね。あ、めっちゃ面白いね。ね、あの正直めちゃめちゃ緊張してたんですよ。やばかった。撮る時確かに、あのスタジオに入ってきてくださった時やばかった。いや、やばかったです。ビハインド見たらもう顔がちょっと死んでた。俺緊張しすぎて、緊張でもいいでね。でもマジで、ジミン先輩も J-HOPE 先輩もめちゃめちゃ優しくて、本当に優しくて、雰囲気も作ってくれたし、ビハインド見てれば多分皆さんにも伝わってると思うんですけど、うん、マジで親切に優しくしていただいて、本当に、うん、はい、楽しかったです。楽しかった。
幸せな時間を幸せでした急にあの時練習してた振りがさ、うん、ちょっと変わって、うん、確かにね、もう全員で忘れて普段やったらさ対応できる、うん、あのレベル、あの時緊張しすぎて全然対応できんかった、マジでそうなんですよ、うん、うわーでもめっちゃ緊張した、本当に雰囲気を作るのは本当にうまいですよね、うん、ありがたい、それはあるね、本当にずっと憧れてた先輩と一緒にさ、その一つのコンテンツを撮ることができてさ、マジで本当にありがたかったし、うん、本当に最高の瞬間でした、めっちゃ本当にそうだしね、本当にすごいと思う、最近もなんかみんな韓国語の勉強も頑張ってるみたいですけど、頑張ってますね、何ですか、うん、最近覚えた覚えたであってもいいけど、好きなとこでもいいけど、ちょっと一歩先行ってるからな、滝が、いやいやいや、滝はね、あるの、なんか僕ですか、最近の、滝はもう全部知ってるんよ、もう全部知ってるから、最近覚えたのないんちゃう大丈夫まあでもね、僕最近あのやっぱりちょっとコメントとか韓国語で、うん、まあ、できるようにする練習をしてて、うん、なんかちょっと日本語で言う、まあ、比喩表現っていうのかな、うん、ちょっとそういう難しい表現習ってて、まあ、前ケイヨンも言ってたりしてたんですけど、意味オプチルロジムリニカっていう、むずい、むずい、それはなんか日本語に訳すともう終わったことだから、もう水に流したことだからみたいな、うん、意味で あるんですけど、それを最近習いましたね、なかなか難しい言葉使うときが難しい、確かに難しそう、皆さんそうだな、あるはあれでしょ、大義とかでしょあーちょっと発音が大義、あ、そうだね、大義、大義、あ、そうだ、大義、大義でも、僕知らない単語が文とかだったらなんか喋れるようになってきて、単語とかが多いから、確かに単語ね、そう、なんかレッスンとかでもすごい単語を覚えたりとかっていうのが多くて、それで言うとチョクチョグロとか、もうほんとそのくらい積極的とか、そういうのもまだ覚えてない単語が多いから、そういうのを習ってますね、一番でも使うもんね、そうだね、これからそうそうそう、そういう単語も覚えないと、覚えてる、多分思いつかないだけだよね、ゆうまくん、俺あったりなかったり、なんだっけ、ちんちんちゃなだ、あ、ちん、褒める、あ、ちんちゃなだ、はい、うん、それ覚えた、あ、それ最近なって、先生いっぱい使ってる、褒めたい人いますかっていう質問で、ケイヨンを褒めた、あー、僕じゃないですねでケイヨンね、しんちゃん、しんちゃんだ、あー、うん、韓国語の授業でさ、うん、今、発音だっけ、あ、なんか韓国語のレッスンがとかの練習をしてて、うん、なんか、NTM9 人でっていうのを NTMアホンミョンウロって言ってたんですけど、それはエンティム、あ、アホンミョンイソ、俺もあんま知らない、ウロをイソって使った方がいいって言われて、なんか、ウロはなんか方法みたいな、方法の方の手で、イソはなんか説明難しいけどまあなんか9人でこうやっていきたいみたいな、めっちゃ勉強になった、へぇ、あざす、確かにありがとう、マキ先生あざす、そういうのをまあみんなも覚えていくといい、いや君たち分かってるやん、発音うまいもんな、マキな、英語も韓国語も、確かにね、発音だけ自信あるから、発音だけ全部な、発音もマキに、でも本当になんか日本語じゃ分かんないけど韓国語だと逆にどういう感じか分かるみたいな単語ない、確かに、あ、なんか日本語じゃ分かんないんだけど韓国語ではよく使う、漢字で覚えてるから、ああ、そうなんですか、確かにどっちもね、漢字から来てるから、そういうのも最近もいい、あれがある、
前出てこない。なになに、あの、わざとって意味。イルブロをよく使うよね。なんでなんか、まあ、使いたくなっちゃう。使いたくなっちゃう、ね、使いたくなっちゃうんだ。覚えたから。そう。でもさ、それで言うと、普通に会いたくて、今全然こうさ、直接会えてないけどさ、まあ、リバースライブ以外にも、これからはファンミーティングツアー決定しましたね。ついに、そうです。大阪、愛知、神奈川。うわっ、うわー、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんのおかげです。ルネマーレでしたっけ。ルネマーレ。月並みってでもめっちゃよくない、かっこいいのかな、かっこいい、初めて聞いた、おしゃれと思って、月並み、ね、月と、はい、たくさん準備してるんで、ね、そうです、確かに。あとグローバルファンクラブも、オープンしましたね。オープンしました。そうです、ついに世界中のルナの皆さんとまた、ウィーリンクできるということで、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい限りです、本当に。いい思い出をですね、はい、作っていければな。今、いい雰囲気だったのね、ちょっとね。ごめんなさい。あとは、僕も一個いいですか、じゃあ。いいよ、はい、ここに。あのちょっとふらついたの。そこを一生懸命あのグループに送ってきましたからね。後ろ振り向いてサングラスかけてふらってなってるやつ。内緒に合ってたね。よかった、まあ、今までない感じの感じで、すごい仕上がってた。新しいエンティームをお見せできるんじゃないかなって思ってます。それもね、はい、ね、そうだよ、そうだよ、グッ助けてください。ダメだよ、ダメか、ちょっと抑えないと、落ち着け落ち着け、あれだよ、落ち着いて、あとは、あとはなんか最近ないかな。最近でもね、本当にいろいろありますか。ケイコン、はい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 、2023、ケイコン2023ジャパン、はい、はい、僕たち Day3 に、はいはい、出演させていただきます。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。ついに、いやめちゃめちゃ見てたもんね、僕たち、ね、確かに、本当にケイコンまた告知の時にな、あの歌詞が最初になんかちょっと出てくる。ああ、そうそうそう、あれで大バレしてたもん。皆さん聞いてました。面白い、うん、歌詞で、うん、この方たちが出演しますよみたいな。すごい、また、はい、また素敵、楽しみです。楽しみ。これからの活動めちゃめちゃ楽しみですね。楽しみ。めっちゃ多いよ。たくさん。いや、まだまだたくさんいろいろございます。これからっすね、もう一旦本当に。あるよ、もう。はい。たくさん。あるよ。会えるしね。期待しててください。うん。
待っててね、期待しててください。はい、はい、じゃあそんな感じで、そうやな、どうしますか、スクーショタイムいきますか。いつものか。いいね、スクーショタイム、いつものこれでもあれらしいで、最近スクショできひんっていう、あーね、声が上がってるらしいで、俺らが止まらへんから、もうちょっと止まってるやつ、そうなんだ、ガチで止まるやつ、いくか。じゃあちょっと今日もいっぱい動いてみましょうかね。俺見てるの、スクショタイム、うん確かにな、同じこと考えてた、違うね、握手しよう、やめとけやめとけやめとけ、俺の仲間入り、俺の仲間入り、じゃあOK OK、 おネミオミソ、ね、使ってる、ネミオミソ、早速ネミオミソ4つやっちゃう、カボチャく、確かに、ね、1つ目いく、はい、1つ目いきましょう、はい、1つ目、電波が悪くて一回だけ一瞬一時停止、聞こえてないかも、もしかしたら聞こえてないないかもしれない、皆さん聞こえてますか、僕は聞こえてます、何がで、 We are having some technical difficulties、 おーかっこいい、 Apparently チャイテリアよ、聞こえてない、聞こえてないんだ、なんでだ、いつからだ、 What? OK、 あ、じゃあもう一回、はい、一回止めます、すいません、うーん